今岡山市内の山の中に来ました。昔は車で通れたみたいですけども、不法投棄の関係で通れなくなりました。これなんか山に登る登山道ですね。登山コースみたいな感じなんですけども、結構距離ありますね。昔は車で行けたと思うんですけども、ちょっと今日この先になんか気になるものがあるので、ちょっと進んでいきます。捨てるなって、あ、なんか警告看板ですね。中学校の美術部が書いた、ゴミを捨てるな看板。ちょっと劣化してね、わからんくなってます。もう確かにこの辺ゴミがありますね。昔、だいぶ昔だと思うんですけど、非常に登りやすい登山道です。まあ、本来はね車で来ない来るべき場所なんですけども、不法投棄でね車は立ち入りできないんですけども、普通に歩くのにはすごいいい感じですね。まあ、ちょっと程よい勾配があるので足腰が鍛えれそうです。ここでアスファルトだった場所が土になりますね。もうここから登山みたいな。で、まあこの辺にね車止めて行くのかな、本来は。まあ、そんな感じですね。はい、あ、なるほどね。逆から来たような感じですけども、まあ、いっか。
こんな山の中に、山の上にね、謎なスポットがあります。水道の関係のホースですかね、これ。これは一体お風呂、水溜め場。ここにもなんか建物があったみたいですね。ここにも何か建物があったから。こんな山のてっぺんにこういうなんか謎の建物があるんですけど、一体何なんでしょうこれは。この所詮が意図的な感じ。誰かが座ってたのかな。ちなみに西条稲荷がね、あんなとこにあります。見えますかね。すっごい近くに見えるようなね感じです。
まあ、ただね、ここ西条稲荷が見えたりするね、結構景色のいいねポイントなので、なんかあったんかな、このしかもこの独特なね感じ、段差、何があったんでしょう。で、この目の前にあるあの、なんだろうな、これ感じ的にはね、なんか温泉とかそういうね感じがしますね。昔は多分塗装してたんでしょう。で、深さもまあ、あの本当に温泉みたいな、昔ながらの温泉みたいな感じでね、多分ここから多分絶景をね眺めていたのかな。で、ここがまああの休憩所というか、まあキャンプしたりね、キャンプファイヤーしたりとかいう施設だったのかな。これあのポンプですね。この水を多分引いてたんでしょうね、ここから上から、あ、下から上に。ってことはここには水が中に入っていたと。やはり温泉、こんな山の上に温泉があったと。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。